皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。小室圭就職先が写真を削除、リモート勤務もしくは解雇の可能性も。記事の一部を引用してお伝えします。小室圭さんニューヨーク就職先の法律事務所はローエンステインサンドラー LLP。 この法律事務所の公式サイトから小室圭さんの写真が削除されていると話題になっています。しかし法律事務所の公式サイトへは日本からのアクセスはできないとのこと。小室圭さんの写真が削除されたページはどのような感じになっているのでしょうか。未だに日本に滞在する小室圭さんのリモート勤務もしくは解雇の可能性について深掘りしました。小室圭就職先の写真が削除。小室圭さんのニューヨークでの就職先が公表されたのは2021年9月。ニューヨークなど5カ所に拠点を持つ大手の法律事務所で、小室圭さんは法務助手として最先端テクノロジー会社を担当すると報道されました。小室圭さんが日本に帰国している間にホームページが更新され、小室圭さんは顔写し付きで紹介。同僚がスーツ姿で写る中、一人だけ合成丸出しのスウェット姿の写真が大きな話題となりました。しかし公式サイトは10月22日朝までに更新されて、小室圭さんの写真は削除。現在小室圭さんのプロフィールページは残るものの、顔の部分は空白となっているとのこと。小室圭さんは9月27日に眞子さまとの結婚会見のために日本に帰国してもうすぐ2ヶ月。眞子さんの祖父の川島辰彦さんの葬儀があったものの、未だにアメリカへ立つ気配がありません。小室圭さんの希望する最先端テクノロジー会社を担当できるのに1ヶ月以上も仕事をしなくてもいいのでしょうか。 SNS 上では、小室圭さんリモートしてる、すでに解雇された、など心配の声が上がっています。小室圭リモート勤務の可能性。新型コロナウイルス流行により自宅で勤務するのは珍しいことではなくなりました。小室圭さんは日本にいながらアメリカ法律事務所の法務助手として働いているのでしょうか。しかし小室圭さんの経歴を振り返ると、現在はフォーダム大学を卒業したばかりの新入社員。やはり長期間リモートで仕事をこなしているというのは難しいような気がします。小室圭すでに解雇の可能性。長期休暇を取っている小室圭さんを心配する声はたくさんあります。今回の帰国をハネムーンと言えなくもないですが、1ヶ月超えは休暇は長すぎる気がします。実力社会のアメリカでこれほどの長期休暇を取れるのか、疑問の声は消えません。この記事皆さんはどう思われましたか。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。小室圭さん、米国に戻らなくていいの。フォーダム大学卒業名簿から削除、入学すらしてないとか情報が錯綜してるが、もし本当なら就職先に送った履歴書も偽りになり、就職取り消しにならん。帰国当初はすぐ帰るって話はどこに消えた。今は解雇前の自宅謹慎を通達されてるのかも。帰るに帰れずが真相。1週間前の小室圭さんの就職先 HP 日本からのアクセスだけを拒否を読みましたが、そもそも、シャープ小室圭は本当に就職しているのでしょうか。新入社員が入社直後にこれほど長期休暇が取れるとは思えないのですが、リモートで仕事しているのですかね。シャープ小室真子、シャープ小室佳代、シャープ秋篠宮、シャープ秋篠宮様、シャープ宮内庁。しかし圭さんが不合格となれば、描いていた眞子さんとのニューヨークでの新婚生活に支障をきたす恐れも出てくる。すでに新居としてドアマンが常駐する家賃80万円ほどのアパートメントを契約しているそうです。広さは約100平方メートルの 2DK で、場所はマンハッタン島の西側にある高級住宅街のアッパーウエストサイド。
治安が良い場所で知られており、公園や世界的にも有名な文化施設が多数あります。そのため、育児に適している地域として、セレブも大勢住んでいます。NY 在住のジャーナリスト。弁護士の道から遠ざかってしまった K さんに、果たしてそのようなセレブ生活が維持できるのだろうか。ニューヨークで余裕のある暮らしが成り立つのは、K さんの収入があってこそでしょう。K さんが弁護士資格を取得すれば、2000万円前後の年収を得ることができると言われていました。しかし、現在の法務助手のままだと、年収は600万程度だと言います。マコさんもメトロポリタン美術館で働く可能性が浮上しており、そうなれば学芸員の年収は1500万円だと言います。ですが、夫婦の世帯年収が当初予定していた3500万円から2100万にまで下がってしまうとなれば、年間家賃1000万円のアパートメントで暮らすのは厳しいのではないでしょうか。小室圭ってリモートで仕事してるんじゃないのと思ってたけど、よくよく考えたら経験もなくて入社間もない状態でリモートで指示されてやれることなんてないか。10月26日の結婚会見で明らかになった小室佳代さんの体調不良。様々な誹謗中傷で働くことができなくなり、ドクターストップで元婚約者との会見もできないとのことでした。小室佳代さんは横浜の自宅マンションで療養しているのでしょうか。それともどこか安全な場所で入院しているのでしょうか。いずれにしても体調不良で普段通りの生活もままならない小室佳代さんも置き去り。小室佳代さんの父はそばにいると思いますが、高齢の二人を残したまま渡米してニューヨークで働くことになります。日本にいる現在も小室圭さんと小室佳代さんは連絡を取り合えているのでしょうか。渡米した後はなかなか会うことのできない距離になりますが、小室圭さんがたった一人の愛する母を置き去りにして出国するのは、やはり小室眞子さんの指示なのでしょうか。2021年9月30日公開のデイリー新潮の記事では、眞子さまの強いご希望で小室圭さんが帰国したと紹介しています。宮内庁関係者が明かすには、そもそも今回、小室さんが帰国したのは会見のためではありません。また、留学ビザから就労ビザへの切り替えも、すでにオンライン上で済ませています。コロナ禍の最中、わざわざ隔離生活という不便を承知で戻ってきたのは、眞子さまの強いご希望に他なりません。というのも、入籍した後眞子さまは一旦宮邸を離れ、一時的に都心のマンションで暮らすことになります。眞子さまご自身も民間人としてパスポートを入手し、配偶者ビザを取得する必要があるため、渡米まで数週間を要するのですが、その間、お一人で生活なさるのが不安だとおっしゃっている。小室さんは眞子さまから一緒にいてほしいと懇願され、これを受けて急遽帰国となったのです。簡単にまとめると、眞子さまが都内マンションで一人暮らしするのは寂しく、小室圭さんを呼び寄せたというのです。この記事が本当なら、小室圭さんが小室眞子さんを置き去りにして渡米する可能性は低くなります。複雑性 PTSD が原因で小室眞子さんのビザ取得にどのぐらい時間がかかるのか見通しはわかりません。秋篠宮様お誕生日会見のある11月30日までには、あるいは年明けまで小室圭さん小室眞子さん夫婦は日本に滞在する可能性もあります。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。